皆、はいえー、さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナー,あー貨幣研究室の伊藤と申します。本日はですね、すでに2021年のブリタニアの通常のバージョンの4分の1オンスの金貨についてはご紹介いたしましたが、今回はね、枚数がさらに少ないですね、同じく4分の1オンスではあるんですが、プラチナですね、プラチナ貨についてご紹介したいと思っております。 2021年通常バージョンの方ではありますけれども、プラチナカ、こちら販売されまして、結構すぐに完売となったものになります。発行枚数といたしましては、160枚となっておりまして、実際、ケースに入っている限度数としては150枚となっております。実際のケースは、このような形になっておりましてね。この中に まあ保証書が入っております。で、えー、番号ももちろん書いてあるんですが、実際のプラチナカはちょっと見にくいかもしれませんけど、こんな感じですかね。まあ美しいですね。えー、エリザベス女王ね、も表記されております。まあ、こちら、通常のバージョンということで、 ブリタニアが描かれています。トライデント、型をあしらった盾、そして英国王室のライオンとともに記載されている非常にかっこいいデザインとなっておりますね。いかなることにも動じないブリタニアの毅然とした姿ね。これを記載したものになりますね。こちら、発行枚数160枚と非常に少ないんですけども、 デザインがですね、やっぱり人気があります。非常に有名なですね、イラストレーターの PJ リンチが手がけているということもあってね、すぐに売り切れたというところがまあ特徴的であるんですけども、こうしたプラチナカというのもね、一つ集めていくと楽しいと思います。私自身実は、このブリタニアのプラチナカっていうのはいくつか持っておりますけども、やっぱり輝きがまたね、銀とか金とはまた違う輝きもあって、 大人びた輝きと言ってもいいかもしれませんけどね。発行枚数も少ないですからね、持っておいても十分価値は保てるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ではですね、今回はブリタニアのプラチナカについてご紹介いたしました。また、私自身が集めた声の中で、まあ、こういうのは楽しめるよね、持っておいて損はないよねというものについて、動画を撮って公開していきたいと思います。ぜひチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。 それでは今回は失礼します。